はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。昨日夕方、新宿西口で内閣府に提出するですね、北朝鮮による拉致被害者を救う会さんの署名を集める活動をいたしました。ご署名いただいた皆様、活動ご協力いただいたメール党員の皆様、ありがとうございました。写真、残念ながらワイドさんとナオコさんが写ってなかったですね。残念です。総勢9名、で、行いました。急な呼びかけにもかかわらず、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。昨日の新宿、すっごい人でした。署名もたくさん集まりました。アナウンスで淡々とやってると集まるみたいで、で、私とかが一生懸命ね、署名呼びかけをマイク握ると集まんないんですよね。なんかなんちゅうのかな、自動的に耳塞ぐようになってんすかね、誰か喋ってるとね。6歳ぐらいの男の子連れたギャルママさんが家族の分もご署名くださって、全く許せないですよね、言ってくれました。若い方はしっかりしとるな、感心いたしました。通りすがりのじいさんの妨害がありました。この活動が気に入らないってんだから、まあ多分北朝鮮人なんでしょうね。北朝鮮による拉致被害者救う会の署名活動をしておりまして、アナウンスずっと、流しておりましたんで、まあ多分北朝鮮人なのかな。だからダメなんだ。ね、何がだってですね。さっぱりはね、俺は国会議員に何人も知り合いがいるんだぞ。なんか名刺持ってました。振りかざした名刺、見せた名刺ですね。令和議員の名刺。それにお前選挙権ねえだろうと、思ったんですけれども、全くの尻滅裂で話になんないんですね。こっちも笑っちゃって、私は笑っちゃって、ワイドさんと越谷支部長がいい人なんで、じいさんの話聞いてやってたんですけど、ああいうのは獣と一緒で無駄だよ。話聞いても何やってもね。だからダメなんだよ。しつこかったな、しかし。しつこかった。何分も怒鳴ってて、そんなにね、嫌だったら、腹立ち紛れに、灯油かぶって火つけたらよかったのにね。そしたら、満点って言って、満点あげたのにな。江東区支部長、じいさん、ぼこしそうになってました。慌てて、止めました。あんなじいさんね、ぼこしても、頭良くなんにから。死ななきゃ治らない病に侵されてっからな。例えばですけど、虫をね、バジって潰しても、なんで潰されたか虫は理解しないじゃないですか。それと同じようなもんで、そんなに嫌だったら、腹立ち紛れに、灯油かぶってほしいよね。したらね、こっちも褒めてやるのにな、思いました。獣医的に驚愕のニュース。これには私も驚いた。インド人もびっくり。ブラジルで史上初、犬と狐の混血が発見される。こんな顔してる。まあ、賢そうですね。シェパードっぽいけど、耳が、大きくて、やっぱ狐っぽいとこもあんな。バカリア荒野で、発見された黒い犬をですね、動物病院が保護してたのって、で、病院スタッフが、犬なのかな、狐なのかなっていうことで、地元大学が DNA 検査したところ、オス犬とメスのパンパス狐の混血と判明。お母さんがパンパス狐、お父さんが犬の種類は判明しなかった。そうでありますけれども、なんかシェパードっぽいなぁ、思ったりなんかしてね。で、おとなしく抱っこされてったゴミと、凶暴ではないんですかね。なれるんだろうか、犬みたいに。性別はメス、女の子を出されます。狐も尻尾振って、なれますからね。尻尾ブン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 振って、近寄ってきたりなんかしてなれますから、パンパス狐はこんな感じであります。これ見ると狐にしか見えないけれども、狼にも見えるし、何より驚いたのがですね、犬が染色体78本、パンパスギツネは74本、ドクシルってこの子の名前、この子は
染色体76本だったそうであります。獣医学的にそんなこと可能なのかってびっくりしました。たまげました。まあ遺伝学とかも私習いますんで、原数分裂で染色体39本の、犬の精子と37本の卵子が合体して76本の受精卵になって、それが順調に分裂して1個体になったってことで、本当不思議ですね。雑種っていうより全くの新種ですね。だって染色体の数違うんだもん。驚いたな。ダーウィンの突然変化の正体がこの奇跡なのかなって思っちゃったなんかしてね。中型犬は4頭から8頭ぐらい出産するんで、兄弟姉妹がまだ野生に存在する可能性ありますね。お母さんと一緒にこの子の兄弟姉妹、まだ存在するかもしれないですね。いやー驚きました。中型犬は4頭から8頭見ますね。1頭だけなんていうのは超小型犬で稀です。稀に1頭だけっていう、超小型犬ね。チワワとかヨーキーとか。そういう場合ですね、事前にレントゲン撮ってですね、特に小型犬は、レントゲン撮ってですね、1頭ですね、なんつって、頭でかいですね、出てきませんね、これね、言って、予定日ぐらいに、帝王切開しちゃうんですけれども、だって出てきこねんだから、頭より、お母さんの腰の骨より頭の方がでかいんだから出ねえんだよね。自然には出っこねえんだよね、物理的に。だから予定日ぐらいにお腹切っちゃうんですけれども、まあまあそんなことやりますね。1頭はだいたい育ちすぎちゃってでかくなるな。2頭でも危ない時やんな。3頭4頭ぐらいからちょっと安心になってきますね。まあまあなんていうの、産み残しを防ぐためにも事前にレントゲン撮ってですね、あ、6頭ですねとか、あ、5頭ですねで知っといた方がいいですよ。で5頭いるのに4頭生まれて安心してて1頭産み残しちゃってなんていうと、残った1頭がですね子宮の中で亡くなって死んで産みの塊になっちゃって、それ破裂したりなんかしてお母さんも死んじゃったりなんか、することあるんで、出産前のレントゲンは必須ですね。今日は敬老の日で連休であります。それに合わせて総務省はですね、17日に発表、記事要約、29.1% が高齢者、括弧65歳以上。今のなんて言うんですか、規定っていうかさ、65歳から高齢者と呼ぶっていうですね、規定っていうか決まりっていうか、世界一、もちろん世界一、29.1% が65歳以上は世界一。65歳以上高齢者の就業率、働いてる人 25.2% で912万人、4人に1人の高齢者が働いておると、全国民の平均年齢49歳になってしまいました。ということはランダムに人集めたら49歳以上と49歳以下が同数になるってことなのかな。中央値とはまた違うのかな。世論です。そして若者は働かない。おかんは70歳だがまだ働いている。車の事故は高齢者より20代30代が多い。まあ高齢者が事故をきっとニュースになったりなんかして、多いなーなんて思うんですけれども、まあ若者の事故はニュースになったりしないんで、20代30代の方が多いそうであります。結果的に若者の雇用奪ってないか働かざるを得ないんだろう。金に余裕があっても家でぼーっとしてるのが嫌で働いてる人も多い。社会から孤立しないためならむしろ良いことであると。まあボケますからね。全国民の平均年齢49歳、 29.1% が高齢者は世界一。10人に3人が65歳以上ですか。平均年齢45歳だから、まあ、半分が50歳以上って考えるとそれもそうかなって思います。今回の調査で初めてですね、なんと10人に1人が80歳以上。そんなおるんか。これはびっくりしました。70代はまあ多いな、見かけんな、思いますけれども、80歳が電車の中に10人に1人いんのか。まあ3割が65歳以上ですからね。
2位イタリア 24.5%、 65歳以上の国民4人に1人、3位フィンランド 23.6% だそうで、まあ日本はダントツですよ、29% と、あの2位が 24.5%、 優れた医療のおかげか、あの少子化で若者の数少ねえから必然的にあの高齢者のパーセンテージが上がってしまうのか、3割もいるんでは敬老してもらえませんねこれ。まあ本人たちもあの年寄り扱いは嫌でしょうけどね。高齢者の定義を70歳以上からにした方がいいんでは。これ60代で年寄りって呼ばれたくないんじゃないの。70ぐらいからやっとね、あの、あ、年取ったのかな。よく聞きますよ、70越したら急に体がガタガタとみたいな話。まあ、40越したら急にガタガタと、50越したらガタガタと、まあ聞きますけれども、デモとかで見かけますもん、70以上、今の60代なんかすごい元気ですもん。下手したらあのデモの主役っていうかメイン層が60代ってこともある。悠仁殿下のあのご誕生パレード、行ったんですけど、ご一緒したあの村田歩樹先生は72歳、佐藤さんは77歳だったし、一緒にやるったね。65歳以上高齢者の就業率は 25.2%、 912万人、1000万人近く65歳以上の方が働いておられる。60代の就業率は 50.8%、 2人に1人働いている60代は。そうなんだ。もちろんですね、60代ってくくりで言うと60歳から64歳まではもっと働いてる率高いんだろうからもっと上がりますよね。70歳から74歳、後期高齢者、75歳から後期高齢者ってなりますから、それより前の70代、まあ70代前半って言った方がいいのかな、は 33.5%、 3人に1人働いている。労働者人口全体に占める割合は 13.6% で、労働者の7人に1人が65歳以上っていうことになりますね。これあの立派な労働力の担い手じゃなかろうか。あんまり目につかないですけど、そんなにあのいるんだ65歳以上の労働者。見た目若くてあの65歳以上に見えないから気がつかないだけなんでしょうかね。特に女性はお化粧とかで、若く65歳以上には見えない、いう方もね、一部上場企業の部長で金もたんまりあるはずの退職した父がスーパーのカート整理のバイトを始めた、なんでって記事ありましたけれども、まあ退職金もいっぱいあのもらって億近くもらったんじゃないでしょうか。でもあのスーパーのバイトやりたい、いうことで、ただ家にいてですねテレビバーって見てるのもつまんないんでしょうね。私もできればあの社会と関わり持ってたいですね。あの年取ってもね、労働があのまあ苦じゃない方なんで私、まあ肉体労働はあ無理かな。バーテンとかかなーなんてやるとすればバーテン。増税メガネについて調査、できるだけ総理を長く続けてほしい、まああの10年でも、12% 総裁任期の来年9月でやめてほしい、25%、 できるだけ早くやめてほしい、51%、一番多かったっていうですね。一気でやめてほしいのが大半か。毎日新聞はキモい石破氏やめろ、増税ばっかだし、内閣改造全く意味なし、この人総理になってからいいことない、聞く力とは何だったのか、減税してくれたらやめなくていいよ、早くやめろ 51%。 これあの左からも右からも切られないとこの数字にはなりませんね。自民党以外の支持率を全部合計しても3割ぐらい、3割にもならんしね。維新、民民、立憲、共産、社民、令和、全部の支持率全部合計しても3割にもならんから、 51% ですから、ここにですねあの自民党に投票をするような人も入っちゃってるってのは、できるだけ早くやめろと、思っちゃってるってのは、でも次がいないだって意見が多かったと思います。日経の調査では小泉進次郎、石破茂、河野太郎の3人の中では
小泉人気が一番だったそうであります。世論です。正気かよ圧倒的人材不足、誰が支持してんだ、頭おかしいのか、普通に考えて親父を支持してた、そうだろう。進次郎さんはギャグセンスが高いのは確か、誰も政治なんか興味ないことがよくわかる結果ですね。パヨに都合いいのが進次郎ってことでは、みこしにしても軽すぎなのでは。本当は高市さんが一番いいんですけど、確かにこの3人の中では進次郎がマシかな。日本端子のですね、環境テロリスト太郎でしょう。あの何も上がってねくせにスローガンばっかし偉そうに公爵垂れる、バカでしょう。中身空っぽやんけって意見もありましたけど、それ増税メガネと全く一緒だから今と変わんねえからな。あの中身空っぽっていうのはさ、増税は6万人気だった。どこでも人気ないんだなこの人な。周囲があの操りやすくて便利って人気だけで、総理になってんのかなって思ったりなんかしてね。テロ組織クルド労働者党のイラク北部拠点をトルコ軍が空爆空爆、洞窟や倉庫など31の標的を破壊し、多数のテロリストが無力化されたと強調だそうであります。世論です。川口も頼む。空爆かよ。川口も助けてやってくれ。日本での所業を見るにこれはやむを得ないな。日本を乗っ取るとか言ってんのもテロリストだろう。党を名乗ってるが天狗党みたいな武装集団ですかね。紛らわしいからあの政党分のやめてくんないか。山口組がいくら強大でもですね、工藤会がいくら凶暴でもですね、空爆はされないでしょ。空爆は犯罪組織っていうか、これは ISIS みたいな反乱軍ってみなされてんでしょうね。だから空爆される。反乱軍には容赦ないが、クルド人はあの決してトルコ国内で迫害されてませんよ。迫害されてたら70人もね、あの国会議員がいるわけないもん。川口にいる自称難民のクルド人は難民じゃないっすからね。あいつらは嘘ついてますから。トルコのパスポートで飛行機乗ってきてんだもん。難民のわけねえだろ。難民ってあの陸図隊のあの隣の国に、木の実木のままで裸足でなんかあの歩って到達、こういうイメージありますけれども、飛行機に乗ってあの来る難民なんておる？困ってねえんじゃねえ？パスポートももらえんだからさ、トルコ政府にさ、迫害されてねえだろ。嘘つき。本当に迫害されてたらパスポートくれませんよね。反乱軍のせいで居づらくなって、新天地も止めたんですかね。迷惑な話だわね。偽装難民であの何年も居続けてね。最近法改正したから、あの難民申請繰り返して永遠に滞在するっていうのは不可能になりました。これだけはあの増税メガネの功績ですね。これしか功績ないですけどね。あとは増税ばっかりで、参っちゃいますね。ということで。ということでですね、あの、不法滞在者を増やさないために、外国人実習制度廃止を求めるデモを10月1日に、行います。明日、警視庁に出向いて、正式にあの、手続き完了したら、正式にですね、大々的に告知、始めていいってことなんで、皆様、よろしく10月1日、ご参加ください。お願いします。デトックスジャパン。